ましょう。なんだと聞こえません。じゃあこんにちは、こんにちは。さあ、はい、今回ですね、用意してるから、はい、しましょう。まあ、もうこれもね、分かると思うんですけども、はい、プラスピエースもうやりましょう。ちょっと練習したからね。はい、本当にね、コメントでね、はい、人に練習しろ、練習しろって、いろんなね、本当にそうなんですよ、もう的確な初中いただきまして、そう、リアルタイム対戦、高木豊さんがやるのは面白いけど、その絵は下手すぎてつまんないっていう。あ、どうなの。で、最悪でもうなんか一番多かったのは、僕ら二人がちゃんと教えるみたいな無能すぎるみたいな感じだって。いやいや、ね、申し訳ないですよ。結構教えたんですけど、最初までお前やちゃんがいないから。そうっすね。今日は俺は本気モードだ。本気で練習からやっていきますね。なんですけども、まあ練習をねしようっていうことなんですけども、やっぱこのランク戦、リアルタイム対戦、実戦の中でやっぱ練習して、ただやんないと上手くなる。そうです、だからもうやっぱ実戦あるのみなんですよ。まあまあ、とりあえず練習はちょっとした、ね、ちょっとだけ上手くなりました。よし、それも込みでちょっとまたやっていきたいと思いますので、はい、行きましょう。誰か来いよ、お前下手なやつ。お、来ました、行きましょう。相手は楽天、則本投手。さあ、まずは俺か、三鷹さんが攻撃ですね。攻撃さあ、行き先、はい、見してやってくださいよ、選手の成果を。はい、さあ、福田選手、行きましょう。お前、カーソル、アスタルガナ、バジェット。もう、もう無視か、お前。いや、これ駆け引きですよ、駆け引き。あー、伊藤さん、そこはね、ボールに、はい、持っていく、持ってって間行きましょう。持ってってんだよ。横も、そうです、横もちゃんとあるんで、芯でやっぱ捉えなきゃ。それはボールです。あー、それはボール、それはボールです。シャバリーン。いやー、もうまあ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 、お化けフォーク持ってますからね。さあ、行きましょう。際どいとこっすね。このボールのやっぱ見極めも大事なんですよ、そこの。おっ、よっしゃあ、キャッチフライですよ。困るじゃん。さあ、行きましょう。当たったことも、まずワンヒット行きましょう。こう行け、頼む、俺の夢を乗せてお願いします。行け。ああ、パソル合ってないか。やっぱこの芯にやっぱ持っていかなきゃいけないです。目が近すぎた。あ、ほんとすか。ああ、いいね、今ね、いい感じだよね。まあ、抑えるから。ああ、回転のところやっぱ見ないから。はい、くる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 。はい。いやいやいや、手紙豊か研究生がね、今。お願いしますよ、早く AKB に上がってください。本当に。さあ、このね、ピッチングに関してはちょっとさっき練習風景見させてもらいましたけど、はい、かなり上達しました。かなり来てました。そうです、はい、やっぱ抑えることが大事ですから、点をやらなければ負けることはないんで。おっ、やっとよかった。おー、しよしよし、ナイスピッチできてよかった。まだ分かんないから、はい、まだ。よーし、おー、オッケーっすよ。あ、さすが。いや、もう配球もね、配球がね、もうやっぱもう一流、はい、配球はやっぱもう一流っすね、豊さん。いやー、よかったー。もう別人じゃないですか。ほらほら、よし、それはお前。オッケーオッケー、よかった。いや、いいっすね。いいでしょ。今一回掴んだもん、離さないんだ。やっぱもう手をやらないことがね、スポンみたいですね、大事ですか。もういいっすね。オッケー。大体ね、こいつら、あー、やっちゃった。あー、あー、あー、もうじゃあ大きいナイスナイス。あー、危なかった今。よかったね。いや、でもかなりやっぱ確率は上がりましたね。いいですよ、ナイスピッチの。あ、はい、ちょっと早かった。 まだまだまあ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 、おー、ぶ大丈夫かな。急によーしよ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 し、あーしよしよし、ナイス、よーしよし、オーケー、よーしよし。あとはバッティングですね。これはかなり上達しましたよ。打撃が問題ですね。任せって。ここは行きましょう。バッティング決めてやるから任せって。ちょっと目が飛ぶ。ボールです。うわー、あべ、ボールでも当てて、お前はホームランすんだよ、お前。これ配球も読んでおくと楽かもしれないですね、持っていくの。ああ、今のは内側攻めが結構せ、これ外だな、お、ああ、今のは
外だった。スパッタス。外で外でした。これ外だから持ってくる。あ、おー！よし。よし。あー、ああ。読みはでも合ってますね、やっぱ。そうだ、はい。これね、外で読まれてると思うから、はい、内持ってくるんだよ、みたいな。内から変化球。来た！うわー！で、これ振ったから外持ってくるね。はい。え、次が？完璧じゃないですか。あとは外空振りしたからもう一回外だ、はい、もう一回外で、はい、まっすぐあはははは、ど真ん中嫉妬気味でしたけどね。でも配球はさすがやっぱり読みは合ってるんですよ。読みはもう天才ですね。当たんないわけなんですよ。あとはやっぱ結局は練習しろっていう。そうだな。ただこのね、お前勝負になってじゃない、はい、やっぱ点やらないことが大事。相手お前無視しなくなったもん、はい、いやー、また投手戦ですよ、もうだから今日はオッケー、いいっすよ、いいっすよ。で、相手は、ね、はい、散らしてくるタイプだから、はい、これ同じとこ投げると打てないんで。あー、なるほど、ね、カットで、相手のカットで、外にボール、はい、と、あ、やばい危ねー、いいっす、いいっす、いいっす。で、絶対打ちに来ると思ってるから、はい、外でポッ、あ、やばい、やばい、やばい、これまたやだー。まあしょうがない。まあまあ、オッケーです、オッケーです、今のは技術面ですもんね。はい、こっちが配球が良かったんだよ。で、こっから押さえましょう。こいつは外が多いなと思ってるはずなんだよ、はい、ね、ここでインサイドでびっくりさせた。あっ、やばいやばい、自分がびっくりしちゃうっていう。これはやー、あーなんだよ、あー、さよならなんだよこれ。あー、惜しい。でもいい、いい、いや、良かったですよ。いや、いや、本当に次に繋がる負けでした。やっぱ試合テンポはかなりいいって。次に繋がる負け、次に繋がる負けでした。負けは負けだけどってことね。負けに不思議な負けなしです、はい、上達しました。かなり試合テンポも良かったです、はいはい、でも読みでは勝ってるわ。読みには勝ってるよ、ね、当たんないだけなんですよ、技術面なんですよ。あと、そうそうそう、負け惜しみか。相手がね、ほんと小学生の可能性もありますからね。確かにね、小学生の方がうまいから。いや、そうそうそう、だからやり込んでるからね。やり込んでる可能性ある、はい、まあでも相手無視されなくなったら、いや、それが大事ですよ。かなり無視だったからなこの前やっと相手にしてくれたっていう、ね、これはもう一歩前進じゃないですか、うん、また勝てるまでやります。